今やばいやばい、時間がない、みんな時間がないけどちょっと喋らせて、みんなやばいやばい、本当に時間がない。それでは皆さん、あいまいみまいみーです。はい、私は今大阪の大阪南港にいます。イエーイ。はい、ということでですね、見てください、時間がない。じゃじゃーん、私は現在大阪南港にいるんですけれども、今からなんとサンフラワーに乗って鹿児島の志布志まで行きます。やばい、夕方のさ、乗船大好きだから、この夕日とともに乗船するのが大好きで、ちょっと黄昏たいところなんですけれども、本当に今時間がないんですね。あと30分後にね、フェリーが出発するんですけれども、今回はなんと鹿児島に行くっていう目的ではなくて、宮崎の串間さんとタイアップをして動画を作っていきたいと思います。そして旅を楽しんでいきたいと思います。そして今回サンフラワーさんがこちらのね、タイアップ動画に協力してくださるということで、私夢だったんです、本当に。もうだからめっちゃ嬉しい。そしてフェリー旅もできるなんて、もう超最高じゃんという感じで、めっちゃテンションが上がっています。なんだけど本当に時間がやばくて、あと2分後にバスがもう出発してしまうので、とりあえず向かいたいと思います。それではですね、宮崎観光を私の動画でお届けするのは初めてだと思うので、そちらも皆さんお楽しみに。ちょっと今さっきセカンドチャンネルの撮影をしていて、本当にお腹いっぱいでマジで酔っ払ってるしみたいな感じで、やばすぎるオープニングなんですけれども、楽しんでいきたいと思います。それではもうフェリーがね、30分後に出発してしまうということで、あちらのサンフラワーで最高の船旅を楽しんでいきたいと思います。やばい、ちょっとフェリー乗る前から酔っ払ってるのは初めてなので、フェリーでいつも爆飲みしてフェリーで大潰れするのに、今回どうなっちゃうのって感じだけど、楽しんでいきたいと思います。それではこちらのバスに乗ってあちらまで向かいたいと思います。それでは私の串間市での女一人旅スタート。到着しました。それでは第2ターミナル志布志鹿児島行きですね。別府行きとちょっとターミナルが違って、さっき間違えて焦った。それでは乗船手続きできました。ちなみに現在は2024年2月7日ですね。もう2024年になって1ヶ月以上経ったの、早すぎるね。それでは皆さん船旅楽しんでいきたいと思います。ほろ酔い状態での乗船は初めてだから、もう今回のさ、船旅どうなっちゃうのって感じだけど、大好きなフェリーで超テンションが上がっています。ちなみに本日のチケットはこちらです。皆さん、今回サンフラワーさんが準備してくださったんですけれども、私サンフラワーさん公認の YouTuber ということで大丈夫ですか。うっし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 っ、やっぱ酔っ払っててごめん、ほんとみんな見て、じゃじゃーん。今回なんとスイートルームだったりするのかな。ちょっと待って、嘘でしょ、楽しみなんだけど。今回こちらのねチケットを用意していただいたということで、楽しんでいきたいと思います。やばい、楽しみすぎる。それでは乗船していきたいと思います。ちなみに見て、フェリーで最北端と最南端に行くっていうスタンプラリーのキャンペーンというかツアーがある。これができるツアーものを持った視聴者さんはいらっしゃいますか。ちなみに現在の時刻は5時半前ですね。5時55分に出発なので急ぎたいと思います。はい、一人です。ありがとうございます。やばい、サンフラワー大好きな、サンフラワーだ、テンション上がりすぎる。ちなみに5時55分に出発して、明日の朝の8時55分ほぼ9時に鹿児島に到着するということで、15時間の船旅楽しんでいきたいと思います。今日の夜はどんだけお酒飲もうかな。それではサンフラワーくん、15時間よろしくね。2月7日は今日は私の大好きな幼馴染の誕生日。まずはエスカレーターで上に向かいます。やばい、今日のお部屋楽しみすぎるんだけど、本当に。サンフラワー、サンフラワー、太陽に守られて。今日もこの音が聞けるんだ。それじゃあ大阪バイバイ。大阪での滞在時間めっちゃ少なかったけど、まだ大阪もゆっくり旅したいな。どこですか。はい、ありがとうございます。はい、あ、はい、よろしくお願いします。乗船券お返し。あ、はい、ありがとうございます。今回私のお部屋は8階です。一番上の客室だ。ちなみにこんな感じで6階、7階、8階の3階がメインのフロアとなるっていう感じですね。やばい、8階ってことは結構スイートルームなんじゃない。ありがとうございます。ちょっと待って、テンション上がりすぎる。それでは8階を押します。待って、8階ってめっちゃ豪華なお部屋かも。やばい、楽しみすぎて本当にやばい、酔っ払いが冷める。8階になりました。すごい、お出迎えしてもらっちゃった。私の部屋番号は8003ですね。頑張って私のお部屋を探したいと思います。8階のフロアはこんな感じで、8階はショップとかはなくて本当に客室しかない階になるっていう感じですね。ちなみにデッキもあるらしいから後で出てみようと。ここに展望デッキがあるから出てみよう。それでは私の超スイートなお部屋8003はここの中ですね。やばいんだけど、ちょっとさすがにマリー・アントワネットになれるかもしれない。8003はどこだ。
違うお部屋を開けないようにしなきゃ酔っ払ってるから、そんな大迷惑なことをすることはできない。さすがに、あ、待って、あった、私のお部屋がこちらです、8003号室。それでは入っていきたいと思います。こちらのカードキーで入るのかな。あ、開いた、失礼します。よし、それではお部屋に到着しました。ちょっと待って、やばい、さすがにテンション上がる。え、待って、何これ、何このお部屋、皆さん見てください。ちょっとテンション上がりすぎて本当にヤバいです。それでは本日のお部屋のルームツアースターティン。それではみんなにお部屋見せるね。まずドア開けてすぐ左側にじゃじゃーん、全身鏡があります。昨日まで北海道行ってたからさ、こんな格好できなかったんだけどさ、やっぱ北海道よりも全然あったかいから、やっとミニスカが履ける。そして隣にはじゃじゃーん、洗面台があります。こんな感じで洗面台があって、シャワールームもお部屋についてるし、なんかもうここホテルですかって感じですよね。でちゃんとした洗面台もあるし、ここでね、明日今日お酒を飲みすぎないように、お酒を飲んで二日酔いにならないようにお酒を飲んで、明日の朝ここで優雅にメイクができるように皆さん祈っといてください。ちなみに明日8時55分に下船だからさ、マジで早起きだから、本当に今日飲みすぎないように気をつけなきゃって感じだけど、明日のことは一旦忘れる。そしてもうメインのルームがこちらです。皆さん行きますね、せーの、じゃん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 、メインのルームがこちらです。やばい、マジでラグジュアリーすぎる。あ、ここでもさ、メイクができそうなドレッサーみたいなのがありますね。ここで明日ちゃんと朝起きてメイクがしたいっていう感じだけど、ちょっと難しいかもしれないけど、さすがにこのお部屋だったら朝起きられる気がする。私本当に朝起きるの苦手だけど、なんかこのお部屋なら朝起きられる気がするんだけど、みんなどう思う？そしてここに絶対に見ないテレビ、そして奥には編集できそうな机、そしてこちら側には夜晩酌できそうな、もうマリアントワネットがここでパンを食べるならお菓子を食べればいいじゃないとか言いながら晩酌してそうな机とソファーがあるっていう感じで、でそしてベッドが2つです。そしてなんといっても外のデッキがあるんですね。私専用のデッキがあるんです。皆さん見てください、やばくないこれ。ちょっと待って、テンション上がりすぎて本当にやばい。それではいざ私のプライベートデッキへ。じゃじゃーん、待って、最高なんだけど、皆さんさすがにやばくない？ここでさ、夜晩酌なんかしちゃったりして、でもちょっと寒いかも。え、待って、最高なんだけど、みんなじゃじゃーん、私専用のデッキです。出航20分前なんですけれども、もうちょっとしたらデッキに移動しようかな。待って、やばい、本当に最高すぎ。朝起きて目覚めたらこの私専用のデッキで朝黄昏ることもできるんでしょう。だから絶対に明日は早起きしたい。うわー、待って、最高なんだけど。さすがに私マリー・アントワネットに見える？やばい、最高。こちらで本日はね、はしゃぎすぎずお上品な女性としてね、一泊できるように頑張っていきたいと思います。それでは本日私は15時間こちらの素敵なスイートルームで一泊します。最高すぎる。マジでね、フェリー旅最高だから、このフェリー旅の最高さをみんなに伝えたい。それでは私の15時間のリアルな女の船旅を皆さんにお届けしていきたいと思います。それでは私の15時間の船旅スタート。やばい、テンション上がる。ここも電気つくんだ。おお、ベッドの枕元にもコンセントもあるし、超快適じゃん。あ、待って、出発する、鐘が鳴り始めたから行こう、みんな。あ、ちなみに最後に説明させてください、お値段の発表をしていきたいと思います。今日のお部屋、なんと2人から予約できるんですけれども、今回特別にね、1人でも泊まらせていただけるということで、普通は2人から予約でなんと6万円です。やばくない？このお部屋6万円だよ、15時間で。マジでラグジュアリーすぎる。それでは私本日はさすがにお姫様それではロビーに向かいたいと思います。それでは大好きなサンフラワーの船内探検スタート。まず私が泊まっている8階のフロアがこんな感じで、全部屋客室があるっていう感じのフロアですね。それでは7階に降りていきたいと思います。8階から7階、7階から6階に降りていきますね。皆さん見てください、これが船の中だって信じられますか。本当に結構ね、トラック運転手の方が多かったりとか、あとは家族連れの方がね、多かったりするんですけれども、絶対さ、家族とか友達来たら超楽しいよね、このフェリー。そして7階のフロアがこんな感じで、奥に見えるのが紳士男風呂って書いてある男風呂があって、こちら側にじゃじゃーん、女性用の展望浴場もあるので、ちゃんと時間を見て絶対
帯に締め切りでもうお風呂入れなかったとかないようにしたいのでちゃんと見ておきます。21時45分までね。 OKOK。 シャワーは24時間できるらしいけど大浴場にどうしても入りたいから飲みすぎて大浴場入れなかったって言ったら結構ピエンだから絶対に入ります。でここには自販機コーナーもあって、でもトラック運転手さんの方とかあとはちょっと車の方とかもあるので夜の11時から朝の6時まではお酒が買えないっていうシステムになっているっていう感じですね。でもちゃんとビールもあるしチューハイもあるし私の大好きな朝日スーパードライもあるしアイスもあるしそしてチェイサー酔っ払いすぎた時のお茶も買えるしっていう感じで最高です。それではメインの6階に降りていきたいと思います。6階があんな感じで売店があったりとか受付があったりとかしてメインのフロアが6階っていう感じですね。ちなみにここにあるんですけれども私が泊まっているスイートルームが一番ね上のランクのお部屋となっていて1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10種類のお部屋があるっていう感じですね。家族4人だったら4人で泊まれるお部屋もあるしあとはグループのお部屋相部屋があったりとかいろんなランクのお部屋があるからどれ乗っても楽しそう。そして受付があってその隣には売店があるのでちょっと入っていきたいと思います。九州に向かうから鹿児島とか九州のお土産がたくさん売ってるっていう感じですね。しっかりお酒のお供のおつまみも売ってあるから超安心。買い込んでリスみたいに過ごしたい、冬眠したい。やばい、サンフラワーの中毒性のある音楽がずっと流れてるから頭から離れなくなる。そして奥には後で行くレストランもあるのでご飯を食べる時間になったら行っていきたいと思います。そしてこちら側には見てください、じゃじゃーん、また自販機コーナーもあって、そしてなんと見てください、待って、これさ今流行ってるやつ、このなんかちょっとキモかわいいさむにょむにょの人形あるんだけど、これねいろんなところに手足を結びつけていろんなところにね生息してる今流行ってる人形、気持ち悪いよね。ちょっと私の幼馴染が岡山でワインにくくりつけてびっくりしたやつ。ちゃんとクレーンゲームもあって遊ぶこともできるし、またここにはお酒が買えるスペースもあるっていう感じですね。やばいやばい、出航しちゃう、あと1分で出航しちゃうから展望デッキ行こう。待って、最悪展望デッキ行くのにさ峠来てくるの忘れたから寒そう。それでは外のデッキはこんな感じです。やばい、綺麗すぎる。もう夕方の6時なんですけれどもほぼ真っ暗の状態です。夜景が綺麗だね、本当に。待って、夕日が綺麗、みんな見て、皆さん見てください、この夕日さすがに癒されすぎる、出航日和すぎるんだけどこの景色最高。待って、こんな綺麗な夕日見たらさ泣きそうになっちゃうんだけど、最近本当に感情の起伏が激しすぎてこれ見ただけで泣ける。あー、黄昏ちゃうな。私の最高の花旅が始まる。一人旅って結構孤独だけど、でも孤独だからこその楽しみがあるんだよね、一人旅って。この前フェリー乗った時に私苫小牧北海道までフェリー乗ったんですけれども、お風呂でね仲良くなったお姉さんに一人旅みたいな、誰かと来てるんじゃないんですかってすごい驚かれて、一人旅で船に乗ってるってなんかお姉さん失恋とかなんかしたんですかみたいな言われたんだけど、そう思われる場合もあるよね。あーでも本当最高なんだよな、旅っていろんなことを考えたりとかね、人生のことを考えちゃったりして、真剣なことも一人の時間だからこそ、旅先だからこそ考えられることもあるし最高だよねとか、まだお酒も飲んでないし、まだこの動画が始まって数分しか経ってないし、いきなりみーちゃん語ってどうしたんだって感じかもしれないんですけれども、この美しすぎる夕日を見たら語らずにはいられない。それでは夕方6時になって出航しました。あ、手振ってくれてる、バイバイ、行ってくるね、鹿児島に15時間楽しむよ。すごい、ちゃんと出航してるシーンを撮れたのは久しぶりかもしれない。いつも私フェリー乗ってすぐお腹空いちゃってレストラン行っちゃって、あ、いつの間にか出航してたみたいな感じが多いから、ちゃんと久しぶりにこの夕方ちょっと明るい時間に出航を目に焼き付けれたのは久しぶりだから超テンション上がる。あ、なんか船旅が始まるって感じ。じゃあ大阪バイバイ、行ってくるね。それにしても夕日が綺麗すぎて黄昏れちゃう。それではちょっと寒すぎるので中に入ります。それではですね、皆さん早速今からレストランに向かって暴飲暴食爆飲みしていきたいと思ってたんですけれども、まずちょっと YouTuber の裏側すいませんね、今からサムネ撮影をしてから向かいたいと思います。レストランにすいませんね、今からサムネ撮影をしてから向かいたいと思います。レストランに失礼するんですけれども、こんな感じでサムネを撮って満足したサムネが撮れたらご飯に向かいたいと思います。ちょっと恥ずかしいんですけれどもね、 YouTuber の裏側を見せるのは。それではこんな感じでサムネを撮ります。わー、どんな感じがいいだろう、どんなポーズがいいだろう、どうしよう。それではちょっと一旦サムネを撮ります。おお、早くレストラン行くとお腹空いて。それではですね、皆さん今からレストランに向かうんですけれども、ちょっとこれやってみたくない？これ船長さんになりきれる服とかがね置いてあるんですけれども、皆さん結構写真とかを撮ってたからミーもやってみたかったの。どう、似合ってる？待って、ミー頭でかいのかな、入らないんだけど。前方往来、後方往来、あ、これ電車か。どう、みんな似合ってる？なんか可愛くない？こういうコーデありそう、可愛いんだけど。これなんかこれでも外出れそうじゃない？せーの、
やばい、見られてる。男の子たちに見られてる。それではご飯に向かいたいと思います。どう、似合ってない？なんかコスプレみたい。ハロウィンのさ、警察官のコスプレみたいなんだけど。それではレストランにレッツゴー。それではレストランにやってきました。ビュッフェ方式なのでご飯を取っていきたいと思います。ちなみにこんな感じでアサヒスーパードライも飲めるので買おうかな。ビュッフェはこんな感じ、美味しそう。やっぱアサヒスーパードライはさすがに飲まないと船旅始まらないよね。いらっしゃいませ。それではビールいただきます。やばい、喉乾いて今すぐガブ飲みしたい。 OK。 それではですね、皆さんご飯を取ってきたんですけれども、取りすぎました。取りすぎたのは分かってるんですけれども、見てください、めっちゃ美味しそう。じゃじゃーん、本日の私の夕ご飯です。美味しそう。鶏天とかもあったりとか、あとはこのブリがあったりとかして、ご当地の九州のご当地のご飯とかもあって、すごい美味しそうです。相変わらずね、盛り付けのセンスはナッシングって感じなんですけど、許して。それではまずは皆さん、船旅が始まるということで、船旅イコール爆飲みなので乾杯。あー、うますぎる。ちなみに皆さん聞いてください、本当に怖い話していいですか。さっき私セカンドチャンネルのミーの遊び場っていうチャンネルがあるんですけど、そちらの撮影を大阪でしてて、でその撮影内容なんですけど、たこ焼きを100個食べてみようっていう撮影をしてたんですね。でさっきたこ焼きを60個ぐらい食べたんですね。結局100個はさすがに藤原のミーでも食べれなくて、さっきたこ焼きを60個ぐらい食べて、本当さっきって1時間半前とか2時間前とかなのにもかかわらず、なんかもうちょっとお腹空いてきちゃって、フェリーに乗ったらさ、なんかお腹空いちゃうのね、怖いよね。まあそんな怖い事実は一旦置いといて、いただきます。お刺身がいっぱい食べられて嬉しい。刺身やば。どうしよう、本当に私一昨日まで北海道にいたんですね。で北海道でリアルに2キロぐらい太って胃が爆増しちゃって、で今なのでもうデブまっしぐら旅って感じになるかもしれないんですけれども、今回の宮崎旅どうなるんでしょうか。いっぱい食べて飲みたいな。やばい、お刺身が美味しすぎる。今日もお酒が止まらん。乾杯。やばい、幸せ。でもやばい、妊婦状態、今臨月なんだけど私イカ吸いすぎて臨月なんだけど、でも食べられる自分が怖い。でもフェリーの上では胃袋無限列車になるし、フェリーの上で食べるご飯はゼロカロリー。乾杯。やばい、お腹いっぱいすぎる。さすがの私もお腹いっぱいで本当に8切れそう。やばい、絶対見せれない。マジ妊婦状態、妊婦の友達がおられる。また元気な赤ちゃん呼んでくださいねって言われる。マジで言われたことある。旅先であれどこだったっけな、なんか神社に行って頑張って階段登ってたら、お腹いっぱいだなと思って階段登ってたら、元気な赤ちゃん呼んでくださいねみたいな、そこなんか出産祈願みたいなのも意味も込められてる神社だったから、めっちゃ恥ずかしかった。もうね、恥ずかしすぎてありがとうございますって言ったよね。まあ、その話はどうでもいいんですけれども、とりあえずお風呂の時間の締め切りが迫ってるので、お風呂に行っていきたいと思います。やばい、お腹いっぱい。待って、今髪の毛乾かしてたらさ、プロジェクションマッピングの音が聞こえて、今まだ髪の毛乾かしきってないんですけれども、やってきました。待って、すごい綺麗なんだけど。髪の毛乾かしてる時にプロジェクションマッピング2回目やりますっていうアナウンスが流れてきて、それで今髪の毛びしょびしょのまま出てきました。それでは皆さん見てください。わー、見れてよかった、めっちゃ綺麗。それではちょっと髪の毛乾かしてきます。はい、ということでですね、お風呂上がりました。気持ちよかった。ということでですね、本日もお風呂上がりのパックをしていきたいと思います。結構船がこう大きく左右に揺れているっていう感じなんですけれども、なんかあんまりね、今回は船酔いするような揺れじゃないと思うけど、まだ分かりません。これから私の二次会が始まるから。もう9時半には消灯して、ロビーとかはね結構もう真っ暗なんだけど、外で飲めるスペースもあるから、ちょっと二次会しちゃっていいですか皆さん。おー、結構傾いてる。やばい、めっちゃ傾いてるわ。今日天気悪いのかな、どうなんだろう。今日大阪出るときちょっと天気悪かったんだよね。それでは本日もお風呂上がりのパックタイムスタート。わあ、気持ちいい、最高すぎ。さすがにみんな、マリー・アントワネットに見えない私、こんなゴージャスなお部屋にいる私。それではですね、本日もお風呂上がりのビールをいただいていきたいと思います。じゃじゃーん、アサヒスーパードライ。あー、最高すぎる。それでは皆さん、本日も私の最高に至福な時間がやってまいりました。パックかけるビール、乾杯。うますぎ、最高。マジで最高なんだけど、お風呂上がりのビールってなんでこんなに美味しいの。
みー、どんなに痩せないといけないダイエットが目前になったとしてもビールをやめるっていう選択肢はありません。それ以外で痩せる。だからね、よくね、なんでお酒そんなに飲んでるのにそんなお酒飲んでる割には太ってないんだっていうね、質問結構多いんだけど、お酒はマジでもやめることはできないっていうのがね、もうこのお酒を飲み始めて4年経ったんですけれども分かったんです。だからお酒以外でバランスをとってるっていう感じですね。乾杯。今日もグビグビいくよ。それではですね、皆さん、私の二次会会場をちょっとロビーにうろついてみたくなっちゃったから寄ってきてしまいました。あ、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。こんばんは。お仕事ですか？旅行ですか？トラックの運転手。あ、トラックの運転手さん。へぇー。セールスドライバーです。あ、ドライバーさんなんですね。はい。顔なんか張ってるわけね。あ、顔パックしてます。すいません。あ、驚かしてましたね、ほんと。すいません。すいません、すいません。あ、びっくりしましたよね。美容中です。お風呂上がりの美容中です。すいません。了解しました。一緒に乾杯してください。え、ちょっと乾杯してもらっていいですか？あ、じゃあお兄さん、これカメラ持っといてもらいます。お兄さんね、どうする？お兄さん、私たち撮ってください。あ、いい感じです。あ、お姉さん、じゃあ床座ります。若いよ、声。え、全然全然、私ここに座りますよ。え、乾杯してくれます？すごいっすね。あ、じゃあ外しますね。いやいや、いいっす、いいっす。もうちょっと寄らんと。あ、じゃあもうちょっと来てください、こっち。私は今、鹿児島ハイボールを飲みます。焼酎のハイボール、美味しそう。え、これ俺なんかまずいよな、鹿児島人間やな。え、鹿児島の人間ですか？おー、美味しそうじゃなくて、うんまかっていいです。うんまか。鹿児島弁ですか？それでは皆さん、乾杯してください、ぜひ。よかばんやっと、おやっとさ。え、なんて言ってるんですか？鹿児島の挨拶です。よか？よかばん。よかばん。いい夜だね。いい夜だね。よかばんやっとっていうのは、今日もいい夜だね。今日もよかばんやっと、おやっとさ、おやっと。じゃ、今日もよかばん。いい夜ってことですよね。乾杯。乾杯。今君は人生の。今ちょっと腹が立ってきた。え、うまこれ、うまか。ぜひチャンネル登録してください。藤原のみーっていう。藤原のりか。藤原のりかじゃない、藤原のみーっていう。藤原みーっていう名前なんですけど、本名が藤原の、藤原みーです。で、藤原のみーっていうチャンネル。はい、一人旅チャンネルです。じゃあちょっとそろそろパックを外します。おお、あ、これ通常です。いや、トラック運転手さんすごいと思います。だってこの前、あ、仕事ですよね。でもすごいです。だって私この前キャンピングカー運転したんですけど、それだけでも怖くて、トラック運転してる人マジすごいと思って。怖いことね。怖くないですか？すごい。これ何ですか？これ芋焼酎。芋焼酎。え、ちょっと飲みたい。え、いいですか？これ黒井さん直さるね。え、これあれですか？鹿児島のお酒ですか？鹿児島のお酒。芋です。芋ですか？え、飲みたい。え、ちょっと分けてください。鹿児島の。これ運転手が結構飲むやつ。運転手さんが結構飲むやつ。美味しそう。え、いいんですか？で、氷は氷あります。あ、氷。え、氷も作っちゃっていいんですか？すいません。手で取っていいんですか？手でいいんです。手洗いました。あ、手洗いました。今あのお風呂上がりなんで一番綺麗です。大丈夫です。すいません。いや、わかりませんよ。鼻をこう拭ったとか。あ、やばいやばいやばい。ありがとうございます。ここで水で割ればいい。水で割ります。え、これいいですか？おー、すごい。芋焼酎。え、でも私最近ちょっと焼酎ハマってるんで。これは25馬力です。乾杯。25馬力 25% ってこと？乾杯。25度を25馬力って言うんですか？結構鹿児島の方って方言がすごすぎて何言ってるか分かんない時が結構あります。すいません、すいません。岡山はなんちゃらじゃろうとか。晴れの国岡山。あ、そう、よく知ってますね。おやっとさ。乾杯。ずさ。おやっとさ。おやっとさ。乾杯ってことですか？お疲れ様。あ、お疲れ様。おやっとさだって。え、可愛いんだけど、鹿児島弁。おやっとさって言うんだ。皆さん乾杯。分けてもらった芋焼酎。おいしい。え、これめっちゃおいしい。なにこれ。カメラ向けるとこう映るんですか？はいはい、はい。結構あれですよね。そうだ、あのいいカメラな。よく映りますよね。可愛く映ってますか？全然。ひどいお兄さん。それはレンズ次第。レンズ次第ね。陽気だ、陽気。じゃあちょっと食べるところ撮ってください。それでは私の本日の夜食はラオウです。じゃじゃーん。やばいですね、本当に。まあ私今ちょっとダイエット中なんですけど、北海道行ってて、一昨日まで。で、北海道で2キロ太っちゃって、私本当にダイエットしなきゃってなるけど、まあ船の上では0キロカロリー。それではいただきます。うますぎ、やばい。夜のラーメンってなんでこんな美味しいんですか？乾杯。やばい、飲みすぎちゃう。じゃあもう鹿児島にお兄さんずっと住んでるんですか？カゴマやね。カゴマ。
カゴンマ。カゴンマ？カゴンマっていうの？鹿児島にずっと住んでる人？へは3つありますから。へって、じゃあ何の意味ですか？へ。はいと。はい。と、おならのくると。おならと？はえ。はえ？はえと、おならと、はい。もう、何言ってるか分かんないかもしれない。いただきます。すごい。鹿児島弁面白すぎる。ありがとうございました。おやすみなさい。陽気な楽しい夜を送ってください。また来週って言わせんでよ。また来週？いいんだ。また来週。してくれよ。また来週も見てくださいね。サザンさんだよ。サザンさん。じゃあ、おやすみなさーい。おやすみなさーい。おやすみ。みんなマジで仲いい。ありがとうございました。おやすみなさい。混ぜてくれてありがとうございました。グッナイス。こういうのコメントに、ヤギちゃんありがとうって。あ、ヤギちゃんありがとう。いや、年明けもありがとう。あ、年明けもありがとう。バイバーイ。おやすみ。ありがとう。美味しかったです、焼酎。ありがとうございました。ちょっと酔っ払いました。いやいや、OK。皆さん今酔っ払ってるんですけど、ちょっとまだ私やってしまいました。鍵がなかな、もう最悪やっちゃった。待って、この時間さ、鍵のこの受付してくださるさ方いるのかな。嘘でしょ、ちょっと鍵をさ、お部屋の電気に差しっぱなしで外出てきちゃった。もう本当にバカ。あー、もう本当に提供していただいて PR の動画なのに何やってんのって感じだけど、酔っ払って楽しい。まあ待って、本当に申し訳ないけど、これ緊急時の電話するしかないのかな。だってお部屋入れないんだもん。申し訳ない。あ、すいません、お部屋の鍵をあの辺の中に、はい、すいません。あ、はい、すいません、お願いします。はい、あ、よかった、来てくださるって本当に申し訳ございません。対応が早くてすごくありがたい。はい、ということでですね、無事にスタッフの方がすぐに来てくださってお部屋に戻ることができました。ありがとうございます。もう私のポンコツのせいで真夜中にすいません。それでは明日ちょっと朝ごはんをね食べたいので、お水を飲んでから酔っ払いを冷まして寝たいと思います。乾杯。あれ、乾杯。あー、マジで超陽気なトラック運転手さんだったな。マジで優しくて、なんかずっと歌ってて可愛かった。それでは皆さん、おやすみなさい。結構酔っ払いすぎてやばくて楽しいです。やっぱフェリーって最高。トラックのおじさんたち、最初パックで驚かしてごめんね。それでは皆さん、おやすみなさい。明日はあと9時には下車しないといけないから、7時ぐらいに朝ごはんを食べたいから7時に起きたいと思います。起きれるかな。それでは皆さん、おやすみなさい。ちなみに携帯の電波が通じないから、お母さんに電話してって頼むこともできません。それではみんな、おやすみ。ちなみに、さっきおじさんたちに聞いたら、今は高知県の右下ぐらいにいるらしいです。それではみんな、おやすみ。ちょっとやばい、マジ酔っ払ってる。楽しい。おやすみ。絶対にみんな明日の朝ごはん食べるからね。絶対に。今回 PR させていただいてるから絶対に朝ごはん起きなきゃ。じゃあね、おやすみ。おはようございます。おはようございます。やばい、全然起きれなかった気がする。ちょっと待って、昨日の芋焼酎が効いてるわ。全然起きれなかった。現在の時刻は、待って、時計見るの怖い。せーの、じゃん。待って、やばい、昨日7時に起きるって言ったよね。7時40分。やばい。待って、朝ごはんの締め切りまであと20分だから行かなきゃ。眠すぎる。でも待って、外の景色やばい。ちょっと待って、綺麗すぎ。それでは起きます。見て、外の景色。隣を見たらこの景色だよ。待って、最高なんだけど。めっちゃ青空っていうわけじゃないけどさ、皆さん見てください。ちょっとこの格好で出るのは寒すぎるけど、一旦出るね。せーの、じゃーん。あー、待って、寒すぎるけどめっちゃ綺麗。結構風が強めだなっていう感じなんですけれども、気持ちよすぎる。それではちょっと朝ごはん行ってきます。寒い。それでは皆さん、朝ごはん会場に行こうと思ったんですけれども、じゃじゃーん。現在、都井岬の目の前を通ってるみたいらしくて、なんとこの島、江戸時代からの武士が使っていた馬が、今でもそのまま生息しているらしいです。すごいよね。やばい、寒すぎる。朝の船内はこんな感じですね。サンフラワー、やっぱ美しい。もうすごかった。それでは皆さん見てください。じゃじゃーん。本日の私の朝ごはんです。美味しそう。ギリギリ間に合いました。そして目の前の景色はこんな感じ。結構風が強くて寒いんですけれども、最高の景色を見ながらご飯を食べていきたいと思います。最高なんだけど。こんな朝ごはんだったらね、私もね、起きれました。ちゃんとギリギリだったけど。それではいただきます。ちょっとまずは昨日の芋焼酎を牛乳で分解していく。乾杯。二日酔いではないけど、なんか芋焼酎ってやっぱすごいわ。乾杯。あー、お箸二つ持ってきちゃった。お味噌汁。
うますぎる。今日もトマトチャレンジ、大好きなトマト。朝ごはん食べてる私、日本一偉くない？いや、世界一偉くない？いや、宇宙一偉くない？昨日あんなに飲んだのに。天才。朝ごはん食べてるなんて天才。大好きな納豆。納豆ご飯大好き。あ、お腹いっぱい、ごちそうさまでした。やばい、下船の時間が近づいてる。あと30分後に下船だ。やばい、寒すぎる。寒すぎるけど、デッキが綺麗すぎてもったいないから、極寒の中歯を磨きます。やばい、最高。ありがとうございます。エスカレーターで、はいはい、ありがとうございます。それでは下船します。ありがとうございました。よいしょ、サブ。ありがとうございます。はい、ということで下船しました。ここは皆さんちょっと朝の発声練習、せーの。ここは鹿児島県志布志市志布志町、志布志3人9人にある志布志校です。やばい、志布志市志布志町、志布志3人9人にある志布志校です。やばい、肉すぎる。それでは下船完了。よいしょ、鹿児島結構あったかい。北海道から来たから、それに比べたら暖かすぎる。ということでですね、今から鹿児島県の志布志市にいるんですけれども、今からなんと宮崎の串間市に向かうんですね。で、そこの宮崎県の串間市までは17キロで約30分ぐらいなので、安全運転で向かいたいと思います。ちょっと北海道で事故しちゃってからそれぶりの運転なので、安全運転の本当にいつもよりは減速しちゃうかもしれないんですけれども、安全運転で向かいたいと思います。それではレッツゴー。海岸沿いでめっちゃ綺麗なドライブができるらしい。あー、待って、皆さん右側見てください。海が綺麗、最高。結構お日様とかも出てきて暖かくなってきたし、最高のドライブ日和です。はい、ということでですね、皆さんやっと宮崎県の串間市に到着しました。ちなみにメイクをバッチリしてきたんですけれども、本日泊まる宿でメイク30分で終わらせるから、一旦鏡とコンセント貸してもらえませんかって言って、30分でメイク終わらすんだったら大丈夫だよって言ってくださって、本日の宿ね、後で行ってルームツアーするんですけれども、すごい素敵だったからお楽しみに。それではですね、まずは串間市の市役所にやってきました。見てください、じゃじゃーん。こちらが串間市の市役所です。で、今回はね、串間市の PR をさせていただくということで、串間市の市役所の方がさっきね、ご挨拶に来てくださって、市役所の中少しだけ撮っていいよって言ってくださったので入ってみたいと思います。ちょっとズーズーしく頼んじゃいました。それでは市役所の中はいざ潜入。じゃじゃーん、こちらが市長室と副市長室です。ちょっと中を見させていただけるということで入っていきたいと思います。ちなみに皆さん聞いてください、本日ね、市長さんにお会いしたくて、この方めちゃめちゃ素敵なポスターじゃない？見てください、市長焼酎もう一杯とか、芋焼酎を飲んでいる市長とともに撮られているポスター、最高すぎるんだけど、このポスター。この方にお会いしたかったんですけれども、本日は出張に行かれてるということで会えませんでした。会いたかった。わ、すごい。こちらが市長応接室です。記者会見するところみたいじゃない？ PR ガールに就任いたしました。 PR ガールとか言っていいんですかね。ちょっと待って。それでは本日1日串間市の PR ガールに就任いたしました、藤原のみです。よろしくお願いいたします。あ、市長と握手よろしくお願いします。すいません、お兄さん、どんなことさせて、お兄さんにシャットをお願いしますって言って、大丈夫です、ありがとうございます。記者会見ごっこでした。ちょっと本当にこんなところで何やったのって感じですよね、すいません。それではですね、続いては串間駅にやってきました。見て、可愛くないこの駅。じゃじゃーん、こちら串間駅、最近リニューアルオープンしたのって、木造で超可愛い駅なんだけど、ちょっと中入れるのかな。 JR ご利用以外での構内の立ち入りはご遠慮ください、だからこれ以上は入れません。すごい、なんか実家に帰ってきたような安心感がある。それではさっきの駅から歩いて150歩ぐらい先にある、じゃじゃーん、広電前って書いてあるから、広島出身の方は分かるのかな。こちらなんですけれども、地域活性化策の一環で広島電鉄から購入したものらしいです。内部には広電時代の面影が残り残っていて、マニアックなファンが遠方から訪れることもあるらしいです。待って、めっちゃテンション上がるんだけど、これ可愛すぎる。で、以前は串間総合案内所として使用されていたらしいんですけれども、2023年の10月27日に七色路面電車っていう駄菓子屋と直売所としてリニューアルオープンしたらしいです。超可愛くない？なのでこちらは子供
供から大人までアダルトまで楽しめる場所っていう感じですね。それでは中に行ってみよう。路面電車の中にさ、駄菓子屋とこんな感じで野菜とかも売ってるんだって、かわいい。こんにちは。わー、待って、みー駄菓子屋大好きなんだよね。昔食べてた駄菓子あるかな。懐かしいよね、遠足に500円までの駄菓子買ってきていいですよみたいな。小学校の時の遠足を思い出す。ちゃんとこんな感じで吊り革もあって、路面電車を感じる。この降りる時のボタンもそのまま残ってるよ。すごい、椅子もこんな感じでちゃんとそのまま残っていて、奥に行くとじゃじゃん、見てください、運転席もそのまま残っています。やばい、運転席超テンション上がる。出発進行楽しい。次の駅でお降りの方はドアが開くまで席をお立ちにならないでお待ちください。やばい、運転席入れたの楽しすぎる。ここ駄菓子屋さんだよ、すごくない？なんかちょっとせっかくだから駄菓子買ってみたいな。懐かしのものとか買ってみたい。久しぶりに見たな駄菓子。駄菓子ってやっぱテンション上がるよね。夕方になったら小学生とかがここに買いに来るんだって。楽しいよね、放課後こんなところに来れたら。何買うかな。みんなは知ってる懐かしの駄菓子はありますか？やばい、全部懐かしすぎてちょっと選べないですでも若いからあれじゃないですか。いや結構でも小学生の時になんかあるじゃないですか、500円分の駄菓子持ってきていいよみたいな感じで選んでたんでめっちゃ懐かしいのいっぱいあります。テンション上がるまあでもこの後昼ご飯食べるし、ちょっとこの久しぶりの魔剣グミとか買っちゃおうかな。うわ待って、これ懐かしい。もう小学校なんてさ、うんちとか大好きだからさ、これ買ってさ、うんちグミうんちグミとか言ってバカみたいに言ってた。懐かしい。これも買おう。お邪魔しました。はい、動画ぜひ見てください。ありがとうございました。目の前に今市役所の方がいらっしゃるんですけれども、何買ったんですかって言われて、うんちグミ買いましたって言ったらめっちゃ苦笑いされたそれそうだよね24歳女性がうんちグミにテンション上がってたらびっくりするよね。じゃじゃーん、いただきまーすうん、まあ、やばい、懐かしいこの味あ、緊張しないでくださいね、全然それでは今市役所の方にお二人ついてきてもらっていただいてるんですけれども、串間市でなんと28年住んでいて28年目の串間市民の方っていうことですよね、はい。まあ、その地元の方にちょっとお昼ご飯食べたくて、私お腹空きまくってるので、ちょっとおすすめのご飯屋さん教えてください。ぜひ串間ではブリブリ丼って言って、ブリブリ丼、串間勝締めブリブリ丼ぶり、ブリブリ丼ぶり、ブリプリです。ブリプリ丼無理ですか。ちょっとそれ食べたい、気になる名前から気になる。なんていうお店か教えてもらっていいですか。市内3店舗で出してるんですけど、はい、道の駅串間か、はい、大野屋、はい、か、はい、憩いの里っていう温泉で、どこでも絶品なので。あ、わかりました。じゃあちょっと近いところに行ってみたいと思います、はい。お兄さんが言うところには間違いがないと思うので。ちなみにさっきのうんち組の裏にはハズレだったんですけれども、お兄さんが言うところは多分当たりなので行ってきます苦笑いありがとうございます。行ってきます。それではですね、さっき市役所のお兄さんに教えてもらったブリプリ丼が食べられるご飯屋さんにやってきました。じゃじゃん、こちら大野屋さんです。撮影していいですかって言ったら、なんと個室を準備してくださいました。それでは入っていきたいと思います。やばい、超美味しそうなんだけど。今日フェリーでの朝ごはんから何も食べてないからお腹空いたよ。店内はこんな感じ、超素敵。それでは食べ方の説明お願いします。はい、それではですね、こちら串間のご当地グルメ、ブリプリ丼ぶりと、はい、ありがとうございます。名称がつけられております。はい、では食べ方の説明をさせていただきますね。はい、丼ぶりの中を見ていただきますと、こちらですね、ブリが上の段のブリと、ちょっと見づらいんですけれども、手前のブリと、ブリが2段になっております。はいはい、はい、手前のブリの方は漬けの方になっておりますので、はい、そのまま召し上がりください。はい、はい、上の段のブリとお野菜、ご飯には味がついておりませんので、手前にタレが準備してあります。はい、こちらネギが入ってる方がお醤油だれ、はい、隣が味噌だれです。はい、このタレを上の段に別々に上からかけられて、はい、いろんな味を楽しんでください。はい、はい、以上ですね。はい、ありがとうございます。はい、どうぞお召し上がりください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは皆さん見てください。でん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 、じゃーん、県民総選挙第1位藤原のみ、よろしくお願いいたします。じゃなくて、県民総選挙第1位の串間、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん絶対にみんなには言わないようにしてたんですけれども、内緒にしとこうかなと思ったんですけれども、さっきお醤油をこぼしてしまって、机にぶちまけてしまって、お姉さんが拭いてくれました。そして新しいおしぼりもくれました。本当にすみません。それではですね、絶対に今回来て食べたかったブリプリ丼ぶり、可愛くない？
ブリブリどんぶり。それではいただきます。やばい、美味しそうすぎる。食べ方は2回説明してもらったからさすがにわかる。せーの、じゃじゃーん。わー、美味しそう。それではいただきます。それではちょっと味がついてる方からいただきます。やばい、美味しそう。今日は皆さん先に言っておきますね、超爆食するグルメ旅になるので、私は胃を爆増させないといけないんですね。よろしくお願いします。今日はもうみーちゃんどんだけ食べんのみたいな、痩せるって言ってたじゃんって思った方、しいただきます。待って、待って、美味しすぎる。そして串間市の方々優しすぎる。本当に醤油こぼしてもすごいニコニコして大丈夫ですよみたいな吹きますからね、大丈夫ですよ、美味しく召し上がってくださいとかさ、ニコニコ言ってくださって、もう本当にありがとうございます。醤油ぶちまけちゃった、スカートにもぶちまけちゃった。それではちょっと味のついてない方にタレをかけます。やばいんだけど、食テロすぎる。みんなお腹空いてきたでしょ、みーの動画見て。これはマジでここでしか食べられないから。胃も喜んでるわ。私の肝臓は悲鳴を上げているけど胃は喜んでいる。タレも美味しいし、ブリもブリプリだわ。さすがにこれは確かにブリプリ丼だわ。待て、やばい、この旅最高かも。待て、やばい、無言になるぐらい美味しいわ。待て、やばい、幸せすぎる。何この美味しい食べ物。やばい、とろける。やばい、10分ぐらいで平らげるんだけど。待って、どんぶり一杯余裕すぎるんだけど。それでは皆さん、私がどんぶり一杯で満足すると思いましたか？みんな甘いです。それでは宮崎県26市対抗ご当地グルメコンテスト優勝の方に登場してもらいたいと思います。皆さん振動を高めて待っててくださいね。それではいきます。優勝者はこちらです。せーの、じゃじゃーん。みんな誰か来ると思った？ごめんね。こちら串間の絶品デザートなんですけれども、串間自慢のマンゴーとマンゴージャム、かりんとうとかが入った絶品フルーツです。こちら串パフェって言います。可愛くない？串パフェだよ。わ、待って、みかりんとう大好きなんだけど。それでは贅沢にいただきます。待って、やばい、久しぶりにアイスクリーム食べる。さすがコンテスト優勝者。じゃあ私は本日串間市で一番暴飲暴食して酔っ払うランキング1位優勝を目指したいと思います。やばい、うますぎ。しかもまだまださ、夜まで、今日寝るまでに食べたいものがありすぎて本当困っちゃう。まあこのパフェは休憩だね。休憩としてとりあえず胃を休ませるために食べる。うわー、ビール飲みたい。運転だから絶対飲んじゃいけないけど、ビール飲みたい。夜爆飲みしてやる。地酒爆飲みするから。それでは続きまして、道の駅にやってきました。めっちゃ綺麗だから見て。しかもさ、この上着を着なくても外に出れる幸せがやばい。北海道寒すぎてもう上着手放せなかったからさ、やっと上着なしで歩ける幸せがやばいです。じゃじゃーん。こちら道の駅串間なんですけれども、全国的にも珍しい市街地中心型の道の駅です。町の中にある道の駅串間には、串間で採れた新鮮なマンゴーとか柑橘類などの旬のフルーツ、新鮮な海の幸とか朝どれの野菜、絶対美味しい加工品などがずらりと並んでいて、飲食コーナーには串間の食材をふんだんに使用しているグルメが楽しめるらしい。それでは行ってみよう。中はこんな感じで宮崎名物がたくさんあります。ちなみにこちらには半額になっているブリの漬け丼とかが売ってあったりとかして、めっちゃ美味しそうなんだけど。やばい、宮崎のコシヒカリだって。すごい、宮崎県産のお肉がたくさんある。あ、串もあるよ。ちょっと待って、やばい、みんなやばい。ちょっと待って、やばい、マジでしょうもないこと思いついちゃったんだけどさ、言っていい？一人でさ、これを消化しきれないね。ちょっと待って、ほんとしょうもないからね、みんなごめんね。ここさ、串間市じゃん。串と串の間、串間。ちょっと恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい、ほんとしょうもなくてごめん。やばい、これ串間市役所さんたちがみーの動画真顔でチェックしてるのにすいません。笑ってますか？真顔でチェックしないでください、お願いします。やばい、お酒もいっぱいある。さすが九州だ、今日の夜が楽しみすぎる。待って、全然串間に関係ないんだけどさ、今ピアスなくしちゃって、ピアスがないから買おうかな。可愛くない？これ買おうかな。それではピアスつけようっと、この可愛いパールにしたんだ。ここ3日ぐらいピアスつけてないから塞がってないかな。あ、ついた、可愛い。
い。全然串間に関係ないけど、なんかハンドメイドっぽそうだったから買った。見てどう、可愛い、似合ってる。それではですね、今から15キロぐらい運転して都井岬に向かいたいと思います。やっぱね、ちょっと事故しちゃって怖いけど運転。でもやっぱドライブ好きだな、あみ。よかった、ドライブちょっとトラウマになってたけど、でも結構いけるかも。やっぱドライブ楽しい。しかもね、串間市はね結構安全運転だし、みんな道路も広いし、結構譲ってくれるし、やっぱみーがレンタカー和ナンバーだから、すごいなんか、あどうぞどうぞみたいな、先に行ってくださいみたいな感じで、すごい優しいんだけど運転しやすい。ていうかさ、昨日さフェリーで鹿児島のおじちゃんに会ったじゃん。マジで本当に申し訳ないんだけど、カメラ替で、まあ、結構1時間ぐらい喋ってたので、ね、本当に鹿児島弁の方言がヤバすぎて、本当に申し訳ないんだけど半分ぐらい理解できなかったのね。でさっき宮崎とか串間弁とかあるのかなと思って調べてみたんだけど、あったの。本当にすごい、なんか岡山弁、私の地元の岡山弁とかは何言ってるか分かるのね。結構語尾だけジャローがついたりとかするから、なんかまあめっちゃ岡山の田舎に行くと、みーのおばあちゃんめっちゃ岡山の田舎に住んでるんだけど、ど田舎ね、ど田舎に住んでて、岡山のど田舎に行くと早くしなさいとかを、早く死ねーって言うのね。だからみーさ、5歳ぐらいの時におばあちゃんに早く死ねーって言われて、えおばあちゃんにそんなひどいこと言われたって泣いたことあるっていう感じなんだけど、だから宮崎にもそういうのあるのかなと思って調べたら、あったの。聞いてみんな。それでは宮崎弁クイズスタート。第1問目、チャラン。穴をほがす、どういう意味でしょうか。皆さんお答えください。1、穴を埋める。2、穴を開ける。3、穴を見つける。正解は穴をほがすは穴を開けるでした。やばくない、マジわかんなくない。穴をほがしなさいとか言われたらさ、絶対わかんないんだけど。正解した方40クシマポイント、イエーイ待って、やばい、これ市役所の方にこの動画確認されるって考えたら恥ずかしくなってきた。それでは第2問目、これラストの問題なので、これを正解した方には10万クシマポイントを差し上げたいと思います皆さん耳をかぽじって頭をほじくり回して考えてくださいね。それではラスト問題、じゃらん。山のちょっぺん、これは何でしょうか。結構簡単ですよね。1、山のちょめちょめ間違えた山のちょめちょめ、やばい、ちょっと待って、あ、ダメだ、ちょっと待って、全然やんせよってやばごめんなさい、ごめんなさい。何が面白いんだよね、本当に。1、山のふもと。2、山小屋。3、山のてっぺん。どれでしょうか。それでは正解、山のちょっぺんは山のてっぺんでした。可愛くない、山のちょっぺんに行こうぜとか言って。それでは正解した方は10万クシマポイント差し上げたいと思います。皆さんおめでとうございます。それではですね、こんなことをベラ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 喋らないで安全運転で向かいたいと思います。それではレッツゴー。待って、やばい、皆さん見てください。今岬の上まで行ってるんですけれども、途中の道から見える海が綺麗すぎる、最高、早く上まで行こうと。はい、ということでですね、都井岬にやってきました。さっき途中がめっちゃ綺麗とか言って、なんかすごい奥まで行っちゃったんですけれども、途中経過のところが都井岬でした。お茶目。ということで、こちらの都井岬なんですけれども、野生の馬がそこら中にいるんですね。で、なんで野生の馬がそこら中にいるかというと、ちょっと後で豆知識を皆さんにお披露目したいと思います。わあ、本当に馬がいる。ほら見てください、皆さん、野生の馬さんです。あんまり近づかないでくださいって書いてあったので、ここら辺でねストップしたいんですけれども、もうちょっと近づいて顔とか見たいけど、ちょっと危なそうだからここら辺にしとくか。なんでこの岬に野生の馬がいるかというと、それでは本日の藤原のみーの豆知識。江戸時代に、あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした、待って、びっくりした、ブル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 って言いながら馬が出てきた、びっくりしたよ。江戸時代に戦う馬として育てようとした馬が野生化しちゃって、ここでで今野生の馬がたくさんここにいるっていう感じらしいんですけれども、すごい。野生の馬だから寿命が短かったりとか、動物園とかで飼われてる馬とはねちょっと違うような馬がたくさんいるんですけれども、でも好きなものを食べて、好きなように遊んで、自由に生きて、そして好きな人と結婚するっていう野生だからこそできる生き方をしている馬さんたちらしい。そこら中にうんちがいっぱい。ちなみに現在夕方の5時になったんですけれども、海が綺麗すぎる、そして海が穏やか、これを見ると私の心でも穏やかになりそう。ちなみにあちら側、遠くの方にマニラが見えます。視力80ぐらいの方は見えるかなわあ、野生の馬だ、引いちゃうよ、溶けて、すごい
可愛いんだけど。あ、待って、最初からここに来るべきだった。見てください、じゃじゃーん、ようこそ都井岬へ。皆さんね、都井岬結構有名だから知ってる方もね多いと思うんですけれども、やばすぎるんだけどこの広大な景色、穏やかすぎる。ちなみに見てください、種子島と屋久島とかの方向が書いてある。ちょっと見てみよう。あれ、あ、これ100円入れないと見えないのか。マニラは今のところ見えませんね。ちなみにこれさっきもらったシール可愛くない？あー、さすがに黄昏れちゃうよね。あなた、これを見て私のことどう思う？私ってどこが美しい？私のどこが好き？本当にヤバい人みたい。あなた、これからもよろしくみたいなことができそうなベンチがあります。ヤバい、最高に綺麗。いっぱい空気吸っとこうっと。あー、いい空気。ここでいい空気をいっぱい吸っといて、糸みたいなちょっと汚い大気汚染にも耐えていきたいと思います。あー、最高。それでは馬さんがたくさんいる場所に行きたいと思います。ヤバい、これアルプスの少女ハイジみたい。やっ、よいしょ。あー、疲れた。疲れた。めっちゃ登ってきた。でも馬さんがたくさんいる。かわいい。見てください皆さん、じゃじゃーん、ポニーたちがたくさんいます。かわいすぎるんだけど。みんなむしゃむしゃ草ばっか食べて。ミーも今ダイエットしてるから草食べないといけないんだよね。君たちと一緒にダイエットしようかな。いいね、君たちは野生だから好きなものを食べて、寝たい時に寝て、起きたい時に起きて、好きな人と結婚して、君たちは夫婦なのかな。自由な恋愛ができるって動物界では確かにね、すごく素敵なことかもしれないね。どうだい、君たちの最近の恋の事情は？かわいい。自由に生きて、私みたいだね。友達になれそうじゃない、私たち。なんかあんまりさ、草を食べてないけどさ、そんなのそんな大きくなるの？ずっと美味しそう。なんか美味しそうに食べるからミオ食べたくなってきた。かわいすぎる。かわいすぎるんだけど、本当にむしゃ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 食べて、君愛くるしいよ。君たちいっぱい食べるからうんちがそこら中に落ちてる。いっぱい落ちてる。さっきからいっぱい踏んじゃってさ、靴の裏めちゃ臭くなっちゃったんだ。かわいい。あー、楽しかった。馬さん、バイバーイ。それでは転がって下まで戻りたいと思います。やばい、結構急車がすごい。いやうわ、だって思ったより汚れた。やばい。まあ服が汚れてもオロッケー。よし、帰ろう。はい、ということでですね、本日の泊まる宿、暁荘に到着しました。すっごい素敵な宿だから皆さんお楽しみに。それではですね、本日泊まる宿のお部屋のルームツアースターティン。まずこの素敵なドアを開けると、もうメインのルームがこちらです。せーの、じゃん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 。こちらの6畳の素敵な畳のお部屋です。畳のお部屋大好きだから超テンション上がる。ちなみにちょっとさっきあっちでメイクしたから汚くてすいませんっていう感じで、まあここには冷蔵庫もあるし、夜飲めるお酒とかもねここで冷やすこともできるし、絶対見ないテレビもあるし、あそこにはハンガーもあって、そしてねお布団も準備してあって、本日は自分で引いて寝るっていう感じですね。あー、畳最高だ。今日は朝ごはん食べたから眠いな。お昼寝したい。夕方の今5時半とかだから、7時ぐらいになったら串間市の夜の街に繰り出しちゃったな。ちなみに本日のこの宿、なんと1泊いくらかというと、素泊まりでじゃん、3700円です。やばくない？めちゃめちゃお手頃価格で、こんなに素敵な宿に泊まれるなんて最高すぎるよね。それではですね、皆さんちょっとだけゴロゴロしたりとか編集を進めてから夜の街に繰り出していきたいと思います。それではちょっと一旦寝る。おやすみ。眠すぎる。布団を引いて寝るとガチ寝そうだから、このまま寝る。おやすみ。それではですね、あれからちょっとだけ寝て、編集を爆速で1時間ぐらいやって8時になったので外に出てきました。ちなみにさっき言ったお店屋さん、もう閉まったっぺよ。だからこっちの親不孝ロードに行けってよって教えてくれたので、こちらにやってきました。じゃじゃーん、このネオンの奥に行くと結構居酒屋さんあるよと教えてくれたので、こちらで爆飲みしていきたいと思います。やばい、めっちゃ楽しみなんだけど。ちなみにここのロードね、親不孝ロードって言って、ここのロードにいる時だけ親不孝になっていいらしい。飲みすぎた親不孝になってもいいよっていうロードなんだって。超楽しいじゃん。飲みたい早く。すごい、見てスナックがいっぱいある。でもちょっと一旦お腹空いたからスナックじゃなくてご飯屋さんがいい。一旦探そうっと。じゃじゃーん、それではこちらの渡辺っていうホルモン屋さんにやってきました。それでは入ります。それでは皆さん、本日は引くほど飲みます。最初に言っておきます、皆さん申し訳ございません、引くほど飲みますね。九州に来たからには、宮崎に来たからには、さすがに飲んではいられません。間違えた、飲まずにはいられません。それでは皆さん乾杯。あー、うまっ。あー、お腹すいた。やばい、ご飯が来るまでにビール飲み終わっちゃうよ。
ら。それでは皆さん、やばいものが到着してしまいました。本日は九州にいる、宮崎にいるということでですね、そして素敵な串間市にいるということで、本当に調子乗りすぎたっていうのは分かってるんですけれども、今日は飲むぞ。肝臓頑張ってくれね、ごめんね。もうちょっとで休肝日を設けてあげるから、休日を設けてあげるから、ちょっと頑張ってね。それでは乾杯。もうご飯来る前にビールなくなっちゃったじゃん。それでは皆さん見てください。心の準備はよろしいでしょうか。それではいきますね、せーの。本日の私の対戦相手がやってまいりました。私は1対3です。やばいです、勝てるか分かりません。せーの、じゃ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 ーん。こちら串間の3トップの地酒ちゃんたちです。やばい、やばすぎる。それを全部1合ずつ頼んでしまったんですね。グラスで頼もうかななんて思ったんですけれども、まあお酒足りないかな。今日の私の肝臓は結構元気だよということで、調子乗って3合も頼んじゃいました。それではまずは第一走者、翔路くんです。皆さん盛大な拍手をお送りください。そして第二走者はこちらです、構造。皆様盛大な拍手をお送りください。それでは第3勝者がこちら、ひぬかことぶきです。皆さん盛大な拍手をお送りください。パチ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 。それではこちらの3つの串間の地酒ちゃんたちに私の対戦をしてもらいたいと思います。今日はよろしくね。やばい、幸せすぎる。記念撮影、はいチーズカシャ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 。やばい、今日本当に肝臓頑張ってね。でも焼酎最近マジで好きだから超嬉しいんだけど、見てこの大量のアイスも私独り占めです。最高すぎる。それではね、ロックで焼酎を飲んでいきたいと思います。もうロックでお酒が飲めるようになったなんて、私高校生の時なんてロックで焼酎を一人で宮崎の串まで飲むなんて夢にも思ってなかったよ。本当に今日の夜私はね、どれぐらい酔っ払ってしまうのかはね、皆さんも想像つくと思うんですけれども、私も怖いです。でもちゃんと本日の宿に戻れるように頑張ります。高校生の時なんてロックで焼酎を一人で宮崎の串まで飲むなんて夢にも思ってなかったよ。本当に今日の夜私はね、どれぐらい酔っ払ってしまうのかはね、皆さんも想像つくと思うんですけれども、私も怖いです。でもちゃんと本日の宿に戻れるように頑張ります。それではまずは小炉からいただきます。やばい、美味しそう。それでは皆様乾杯。もうどうなるかは一旦忘れます。待って、めっちゃ飲みやすいし美味しいんだけど、これやばい、飲めちゃうかも。これ美味しすぎる。やばい、すきっぱらに焼酎は本当に酔っ払っちゃうから我慢しないといけないけど、でも待てない。やばい、あったまる。今あったかくなってる私の体の中が。それではですね、皆さんやっとご飯が到着しました。美味しそう。じゃじゃーん、お刺身盛り合わせです。超美味しそうなんだけど、やばい。こちらをつまみに、贅沢なつまみに焼酎を爆飲みしていきたいと思います。もう私の肝臓の準備はできています。うわ待って、美味しそうすぎるんだけど、どうしよう。いただきます。やばい、待って、美味しい。ブリブリなんだけど、今日もう海鮮パラダイスで幸せすぎる。乾杯。ほら、お刺身に焼酎、幸せすぎ。マグロかな次は。待って、一生焼酎飲めちゃうんだけど。乾杯。うわ最高。どんどん飲んでいこうっと。幸せ。乾杯。あ、今日はこれ酔っ払うな。それでは皆さん見てください、2品目の焼き鳥5本盛りです。やばい、美味しそうなんだけど。焼き鳥も焼酎に合うよね。焼き鳥と焼酎、両手に花。乾杯。あ、やばい、幸せ。ありがとうございます、ありがとうございます。じゃじゃーん、宮崎といえばチキン南蛮。チキン南蛮テッドテッド、チキン南蛮テッドテッド。チキン南蛮うまそう。やばい、チキン南蛮マジで美味しそう。みチキン南蛮大好きなんだよね。いただきます。宮崎名物なんだよね。待って、やばいんだけど、これ味がしみしみでマジで美味しい、最高。いくらでも飲めるわ。乾杯。あーすごい、福島の子供はませた会話をしています。お母さんとお父さんと一緒に結構キワキワの話をしてる。めっちゃ聞いてて面白い。こっちと内容言えないわ、ごめんね。なんか英才教育って感じ、いろいろな意味を込めて面白い。乾杯。あーやばい、胃袋ブラックホールになってきた。乾杯。みんなもうどうなっても知らないからね、みんなの責任だからね。ちょっと私は飲み比べより一個ずつ潰していくスタイル。あーなくなっちゃった。乾杯。
乾杯。うーん、串と串の間、島やってみたかったんだよね、これおいしい。皆さん結構この1合目で目が揃ってきたんですけど大丈夫ですかって感じなんですけれども、乾杯。うん、2合目は構造ですね。やばい、焼酎の美味しさに目覚めてしまったから私のこれからの旅がやばくなってしまった。ですね、皆さん本当に酔っぱり始めたんですけれども、まだ今私2合目も終わってないところなんですね。あ、やっと終わった。ちょっと本当にやばいし、酔っぱりすぎてやばい。あ、ちょっと一旦トイレ。皆さん今私は今どこにいるのか、何県の何市にいるのかはちょっと分かんなくなってきたぐらい酔っ払ってるんですけれども、待って、このお酒もなくなったし、このお酒もなくなったし、ちょっと待って、3合目までちょっとある。待って、やばい、本当に美味しすぎてやばいんですけれども、世界が回っています。串蒸しで世界が回る。乾杯。ちょっと本当にやばい、周りのお客さんいなくなってきちゃった。あー、酔っ払った。今これ多分記憶ないんだけど、これさ動画撮れてるの楽しいんだけど、結構ご飯もいっぱいなくなっちゃったし、2軒目行こうと思ってたんだけど、もう12時を回ってしまいました。やばすぎる。しかもさ、これ頼む時にさ、お姉さん焼酎3合大丈夫ですかみたいに言われたんですけど、大丈夫ですとか言ってすごい心配してくださってたんですけれども、そりゃ心配するよねって感じですよね。乾杯。焼酎うまっ。焼酎ってさ、あんま太らないんだっけ。カロリー的にあんま太らないって聞いたんだけどさ、じゃあこれ0キロカロリーってことやっぱりそろそろ出なきゃ。はい、っていうことですね、皆さん本当に喋り方もやばいし、すごい酔っ払ってうざすぎる女だし、今すごい語りたいモードになってるんですけれども、語ったら本当に編集してる自分もかわいそうだし、これをね確認してくださってる市役所の方は本当に申し訳ないし、見てるみんなにも申し訳ないから、ちょっと今語りモードをお口ミッフィーにするんですけれども、とりあえず最後飲む。乾杯。これさ、お水に見えるじゃん、ロックの焼酎だからね。それでは皆さん3合全部飲み終わっちゃいました。幸せすぎた。それではごちそうさまでした。やばすぎる、ちょっと待って、やばい、本当に酔っ払いすぎてやばい。世界が5周ぐらい回ってる今。ミーが自転した方がいいのかな。世界が回ってるってことはミーが自転した方がいいってこと。それでは帰ります、おとなしく。あ、やばい、酔っ払った。あ、ちなみに現在の時刻、あ、やばい、王子様が迎えに来る。午前0時です。午前0時を少し過ぎる頃、あ、やばい、王子様が迎えに来て魔法が解けてしまうから帰るわ。それではですね、皆さんお部屋に戻ってきました。お部屋に戻ってきた私は世界一偉いので褒めてください。それではですね、もう寝たいと思います。ちなみに明日は8時ぐらいには起きたいですね。明日8時ぐらいに起きて、この宿素泊まりなので朝ごはんはないんですけれども、明日フェリーに乗るんですね。弾丸旅なので今回は明日フェリーに乗るので、絶対に8時ぐらいに起きないとやばいから8時に起きます。ちなみに現在の時刻は2時です。やばすぎます、本当に。それでは皆さんおやすみ。もう酔っ払いすぎてやばいし楽しい。明日二日酔いじゃないことを皆さん祈っといてください。それでは皆さんおやすみなさい。楽しかったし酔っ払った。おやすみ。おはようございます。おはようございます。やばい、眠たすぎるし。やばいよね、昨日マジで飲みすぎたっていうのは分かってるな。なんか別に飲みすぎた日ってさ、途中何回か起きちゃうじゃん、夜中何回か起きたんだよね。それでは現在の時刻はじゃじゃん、待って、やばい、10時8分。え、ちょっと待って、本当にやばすぎる。待って、やばいって。昨日誰が8時に起きるって言ったんだよ。それではちょっとメイクをして外に出る準備をします。眠。はい、ということでですね、宿をチェックアウトすることができました。メイクも5分でできてすぐにチェックアウトしたんですけれども、今から食べるご飯屋さん、もうお腹空いてランチ食べたいと思ってちょっと食べたいものがあるので、そこ調べてたら、そこがね11時半からしかやってなくて、でそれまでちょっと時間があるから道の駅にやってきました。なんかお土産買おうかな。じゃじゃーん、2日目も道の駅串間。わー、ちょっと昨日焼酎飲みすぎてマジで酔っ払いすぎて、昨日さあんま記憶ないんだけどさ、編集するの怖いんだけど、昨日飲んださ3種類の焼酎あるよ。めっちゃ美味しかったんだけど、本当に。ミー的にね、ショーロ
か結構マジでこの3つの中で一番好きなのどれって言われたらこれだったかなって感じだけど、マジで全部飲みやすくて美味しすぎた。わあ買っちゃおうかな、本当に美味しかったんだよね。わあ待って、マンゴーゼリーめっちゃ美味しそうなんだけど、宮崎といえばマンゴー。わこれも美味しそう、ちょっとこのゼリー2つ買おうと。それではですね、皆さん朝の晩酌を始めたいと思います。見て美味しそうじゃない、じゃじゃーん。1缶目はこちら宮崎マンゴージュースです。そして2缶目がこちら角切りリンゴジュース。超美味しそうじゃない。それでは朝の晩酌、朝乾杯。待って、うますぎ、ね、マンゴー大好きなんだよね。うま、2回目も開けてみようと。乾杯。うん、リンゴがゴロゴロ入ってる、うま。あ、生き返る。それではですね、お目当てのお店がやっと営業しました。じゃじゃーん、こちらのグリルキャストルというお店なんですけれども、なんとここで宮崎牛が食べられるということで行ってみよう。やばい、お腹すいた。それではですね、宮崎牛を使用しているステーキがこちらの3つなんですけれども、4500円はさすがに高すぎる。ビーフカツ定食にしようかな、ちょっと高いけどでも豪華なランチって感じ。やばい、美味しそう。今回私のお目当ては宮崎牛。やばくない、美味しそうだよね。それでは皆さん、本日の私のランチが到着しました。豪華すぎるランチ見てください、やばい。せーの、じゃじゃーん。こちら宮崎牛を使用したビーフカツです。やばい、美味しそうすぎませんか。こちら最高なんだけど、ランチでこれって。それではいただきます。あーよかった、今日二日酔いじゃなくて。あ、やばいやばいやばい、最悪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 。袖にお味噌汁がついた。あ、ありがとうございます。あ、大丈夫です大丈夫です昨日からこぼしてばっか。いただきます。やばい、絶対美味しいよ。みんな見てこれ、待って、やばい、肉汁がやばいし、柔らかすぎるし、うますぎる。これ二日酔いだったら結構辛そうだったから本当に良かった。昨日の量飲んで二日酔いじゃないってすごくない？絶対いつもだったら二日酔いになるのに、なんでだろう。とろける。ごちそうさまでした、美味しかった。はい、ということでですね、お腹もいっぱいになったし、30分ぐらいドライブして、なんとまた昨日来た都井岬にやってきました。でも昨日行った都井岬の場所とはちょっと違って、灯台がある都井岬にやってきたんですけれども、待って、本当に景色やばいからみんな見てください。本当にやばいよ、もうアイマフリーって感じ。それでは皆さん見てください、この景色最高に綺麗すぎる。もうなんか綺麗を通り越して穏やかすぎて最高なんだけど、この広大な海と山最高すぎる。それでは灯台に行ってみよう。それでは今からあの灯台に向かいます。ちなみに皆さん見てください、全国に灯台が約3000基あって、登れる灯台は16基で、なんとここの都井岬の灯台は九州で唯一登れる灯台です。じゃじゃーん、300円で灯台のチケットを買いました。やばい、綺麗すぎるんだけど、階段登ろうと。じゃあみんな、今回の1週間の旅で北海道から私鹿児島宮崎旅をしてきたんですけれども、本当に2キロぐらい太っちゃって、この1週間で。なのでこの階段をダッシュして、そのデブを解消します。急げ。やばい、疲れた。あ、カメラ撮りに行かなきゃ。もうYouTuber の裏側すぎ。よし、もう一回登るぞ。カメラ忘れた。来ました。ちなみに皆さん見てください、奥に見えるフェリー A ラインだ。みーも乗ったことある、鹿児島から沖縄に行くときに。やばい、疲れすぎてやばい。それでは灯台に登ってみたいと思います。見て、ちゃんとここにも書いてある、九州でただ一つ登れる灯台。それでは上に登ってみます。わーすごい、めっちゃ声がこもって、ここでカラオケしたらめっちゃ気持ちよさそう。すごい、上まで登ってきました。ここには絶対に触らないでって書いてあるから、絶対に触りません。それでは灯台の上からの景色はこんな感じです。最高に綺麗、綺麗すぎるからここ何周もしてみようと。あー待って、もう最高だ。やばい、本当に綺麗だわ。日本の灯台50選にも選ばれたんだって。そりゃそうだよね、こんなに美しかったら。それではですね、今から軽食を食べたいと思います。さっきご飯食べたのにどういうことって感じですよね。なんか今日胃袋無限列車だ今日も。それではこちらのパカラパカという施設で軽食が食べられるみたいなので行ってみよう。店内はこんな感じでお土産コーナーがあったりとか、軽食が食べられるところがあったので頼んだので待ちたいと思います。それでは私の食後のデザートの発表をしていきたいと思います。
まずはででーん、福島の白身魚のお魚コロッケ、美味しそう。食後のデザートです。いただきます。うん、なんかむっこがいいんだけど、うまっ、ペロリだわこんな。で、食後のちゃんとしたデザート、クッキー&クリームのアイスクリーム、最高じゃん本当に。うん、久しぶりにアイス食べた、うまっ。うん、甘いのとしょっぱいの地獄だわ、美味しすぎ。あー楽しかった、お腹いっぱいすぎる、さすがのみーも。それでは今からフェリーに乗って帰るので、フェリーの売り場に向かいます。あーお腹いっぱい。それでは志布志港に到着しました。じゃじゃーん、志布志港に到着ということで、帰りもこの大きな大好きなサンフラワーで帰ります。サンフラワーさん、帰りもチケットありがとうございます。今回はデラックスルームだって。それでは乗船お願いします。はい、ありがとうございます。それでは本日は7階のお部屋です。じゃじゃーん、7526。それでは入ります。今回はどんなお部屋なんだろう。わ、待って、最高のお部屋なんだけど。それでは本日の私のデラックスルームのお部屋のルームツアースターティン。もうメインのルームはこちらです。いきますね、せーの、じゃん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 じゃーん。本日の私のお部屋です。最高なんだけど、皆さん見てください。で、ここにはちゃんとね、個室のお手洗いと、あとシャワールームと独立洗面台もついていて、最高に快適に過ごしそうです。帰りも本当にありがとうございます。でも今日も大浴場行けるように、飲みすぎないように気をつけようと。で、ここにもね、アメニティもあったりとかして、夜寝るパジャマもあったりとか、あとは絶対に見ないテレビもあるし、なんかちょっとつけてみたいな。で、ここには晩酌できそうな机とソファーもあるっていう感じで、このソファーもベッドになるのかな。で、外の景色見てください、皆さん、せーの、じゃじゃーん。やばい、朝起きても海が見えて、夜寝る前も海が見れて最高だ。それでは本日こちらで一泊します。最高すぎる。それでは帰りも15時間楽しんでいきたいと思います。楽しみすぎる。お腹空いた、ビール飲みたい。やばい、部屋で TikTok めっちゃ見てたら出航してた。それでは皆さん、じゃじゃーん、鹿児島バイバイ。出航しました。夕方出航のフェリーってマジで綺麗だね、本当に。それでは鹿児島バイバイ。宮崎楽しかったな、串間市ありがとう。串間市のご飯が美味しすぎて、また1キロぐらい太ったじゃないか。それでは15時間の船旅楽しんでいきたいと思います。お腹空いたからご飯行こう。船内はこんな感じですね。行きのフェリーと似てるけど、行きはサンフラワー薩摩だったんだけど、帰りはサンフラワー霧島ですね。それではお腹空いたから一番下の6階に行ってレストランに向かいます。じゃじゃーん、本日の私の夜ご飯です。相変わらず盛り付けのセンスは皆無なんですけれども、また帰りもブリが食べれるなんて本当に幸せなんだけど、カウンターの席が本当に満席すぎてテーブル席になっちゃったんですけれども、じゃじゃーん、外の景色はこんな感じです。デッキが目の前にあるっていう感じですね。夕暮れのフェリーからの景色最高だな。それではまずは帰りのフェリーにも乾杯。サンフラワーに乾杯。待って、帰りもお刺身が食べられるなんて幸せ。いただきます。それではですね、皆さんお風呂上がりました。気持ちよかった。マジでお風呂1時間くらい入ってて、大浴場にマジで気持ちよかった。ということで、お風呂上がりのお席をいただきたいと思います。これハマりすぎてやばい、これめっちゃ美味しいんだけど、鹿児島ハイボール。うん、それでは皆さん、本日も私の最高に至福な時間がやってまいりました。パックかけるお酒乾杯。うん、やっぱうまいわ。それではですね、レッツ集中タイムスタートをちょっとだけしてから寝たいと思います。晩酌しながら編集をして寝ます。お部屋にいると本当に寝そうなので、一旦ね、ここら辺で編集をしてから寝るっていう感じですね。乾杯。あー、それではレッツ集中タイムスターティング。それではですね、皆さん、ちょっとだけ酔っ払いながら編集進めることができて、12時を回ったのでもう寝たいと思います。これでは明日の朝も朝ごはんが食べられるので、朝ごはんに絶対起きたいと思います。口に到着するから7時半には起きなきゃね。それではみんな、おやすみ。あ、眠たい。おはようございます。おはようございます。ちょっと待って、やばい、行きさ8時50分下船だったからさ、余裕じゃんと思ってたらさ、ちょっと待って、やばい、本当にやばい。8時5分なんですね今。やばい、あと5分でさ下船だって。行きは鹿児島に着く時に8時55分着岸だったんだけど、帰りは7時50分1時間前に着いた。やばいやばい、本当にやばい。待って、本当にやばい。待って、あと5分で下船、嘘でしょ。ちょっと本当にやばい、本当にやばい。
待って、マジで着眼してるんだけど、本当にやばい。待って、下船の準備する、本当にやばい。下船準備ができました。それでは下船します。やばいやばいやばい。待って、朝ごはん食べられなかったもん。朝ごはんとか言っていられる次元ではなかった。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。あー、よかった、間に合った。はい、ということでですね、下船しましたって言う前に本当に申し訳ないから、マジで土下座させてください。サンフラワーさん、朝ごはん食べられなくて本当に申し訳ございませんでした。本当にすいません。素敵なお部屋をご用意していただいたのに、朝ごはんに間に合うことができませんでした。でも言い訳させてください。素敵なお部屋すぎて起きられなかったんです。本当にすいません。朝ごはんを食べられるような事件でもなくて、本当に下船もギリギリになってしまって、もう本当に何やってんだって感じなんですけれども、もう寝心地が良すぎて、心地良すぎる空間すぎて、デラックスルームが起きられませんでしたっていう言い訳をさせてください。それでは私の弾丸3泊4日の串間旅終わりました。楽しかったな。それではですね、皆さん本日の動画ここまでになります。串間マジで楽しくて、本当になんかもう心が穏やかになりました。私の感情ってね、すごいもうジェットコースターみたいな感じの毎日なので、串間でたくさんお酒を飲んで、たくさん食べて、たくさん串間の人の優しさに触れて、なんかすごい心が穏やかになったなという感じがするので、皆さんぜひ串間に行ってみてください。てか串間に行くべきです。楽しすぎた。本当にありがとうございました。最後まで見てくださった方もありがとう。それでは皆さん、本日の動画はここまでです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。せーの、どんぶらーここ。バイバーイ。次の動画もお楽しみに。ちなみに私はこの後明日神戸でオフ会です。太っててごめんね。バイバーイ。やばい、もうなんか今寝起きまだ10分15分ぐらい過ぎて、声もなんか枯れてるし、まだ寝ぼけています。それではバイバーイ。